アルバムチャートは、先週2位に初登場したデュアリパのセカンド、フューチャーノスタルジアが1ランク浮上し、チャートイン2週目にして1位に輝いた。彼女のファースト、デュアリパ、2017年の最高位は3位で、これが初の全英ノー.1 アルバムとなった。シングルでは、これまでに、ニュールールズ、2017年、カルビン・ハリスとのワンキス、2018年で全英1位を獲得している。2位は、ルイス・キャパルディのリバインディ・インスパイアード・トゥ・エイ・ヘリッシュ・エクステントが先週の5位から、先々週1位に初登場したザ・ウィークエンドのアフター・アワーズが4位から3位にそれぞれ再浮上した。今週、新作でトップ10内に初登場したものはなかったが、3月30日に亡くなったビル・ウィザーズのベスト版、ザ・アルティメット・コレクションが2017年にリリースされて以降最高位となる10位をマークした。また、クイーンのベストアルバム、グレーテストヒット、12位、7位、エド・シーランの、ナンバー6コラボ。